セブンカラーですね。ああすごい、なんじゃこりゃ。世界中を全速力で駆け抜けるアジア中東アフリカ縦断ファイナルディスティネーションモーリシャス。さあ、絶景ポイントに到着しましたよ。見てみましょう。よいしょ。うわ、すんごい。いや、いや、OK、それでは次は七色の大地目指していきましょう。そして拙者の相棒こちら、ちょっとミニクーパーみたいな感じのこの車ですよ。いい、雨が止んだんでね、最高です。行きます。行きましょう。さあ今セブンカラードアースに到着しましたよ。どれどれ、本当に七色の大地なんてあるんでしょうか。あ、これか、これが土を集めたやつだ。お、到着しました。自然にできたというね、七色の大地ですね。セブンカラーですね。あーすごい、なんじゃこりゃ。はい、今ですね、もう Wi-Fi もないんでよくわかんないですけど、ナショナルパークに到着しましたよ。こいつでかわいい。すんごい、なんか本当に昔のローバーミニみたいな感じで、ギアがすごいふにゃふにゃです。とりあえずここは土産物屋がいっぱいあります。あ、土産物買わないといけないんだ、これ。そう、土産物。3階パン、うん、おしゃれなフック。よし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 。ニーハオ、イアルサンス。こっちかな、これ。雨が今パラパラなんでね。いやー、でも今回初ですね。46日目にして、45日目か今日。もう1ヶ月半旅して、初の雨らしい雨の日ですね。今までいかに晴れてたかってね。しかも景色がこれ、雨で霧になっちゃってて何にも見えないよこれ。多分これ絶景ポイントなんやろうけど、何にも見えませんよ。それじゃあちょっと皆さんも見てみましょう。せーの、よっと。はい、真っ白です。なんじゃこりゃ。せっかくの景色が真っ白でございます。何も見えないね、これ。え？どれ？あー、見えるね。ほうほう。うわ、すんごいじゃん。あ、滝もあるよ。いいね。これはいいね。ひとっ飛びしましょうか、これは。それじゃあ次の場所に行きましょう。でですね、今これ Google マップを使ってます。でしかも、これ実はオフラインで使ってるんですけど、 Google マップは事前にオフラインでダウンロードしておけばですね、 Wi-Fi が最悪つながってなくても使えるし、カーナビゲーションにもなっちゃいますよ、うん、なんで旅では必須ですね。でマップスミーっていうねアプリも、まあ、バックパッカー向けにはいいと言われてるんですけど、正直 Google マップが私的には非常に使いやすいと思ってます。はい、じゃあ Google マップに従って行ってみましょう、次の場所。いや、もう
もう4時半なんで ほとんどのパークが閉まっちゃってますけどね。すごいこれ、オズモポケット追従してます。さあ行きましょう。気持ちいい。ではよくわかんないですけど到着しました。ラバレディスカレーカラーズナチュラルネイチャーパーク。コイ、こっち向いた。コイが人懐っこい。コイですね。大きい、ね、いっぱい来た。人懐っこい。餌あげたふりしたら、ほら餌あげ、餌持ってねえのよ、ほらこいつら普段餌もらってんのよ。あいしょ、はいはい、えい、うわすごい、ふうふう、大自然ですね。セブンカラーがどこ、すごい綺麗にしてある。あそこから人が降りてくんだ。今日乗ってきた車がコンバーチブルタイプってことで、屋根とかがあのビニールになって盗めちゃうような、物がしまっとけない車なんですけど、これ常にね持ち歩いてます。これ全ての荷物、今回の旅荷物こんだけですからね。あのサムケンさん、あのエアバッグパッカーですから、たったの8キロ、そして28リットルのこの小型のこのバックパックのみです。なので常に、まあ、コンバーチブルに乗っても、まあ、特に荷物をどっかにロック、まあ、ロッカーに入れたりすることも必要ないし、もしくはホテルに置くことも必要ないということですね。常に身軽にどこでも突っ走ることができますよ。おすすめです。詳しくはこちらサムケンさんの著書、軽量化 2.0 っていう本で見れます。 Amazon で、Kindle Unlimited だと無料ですよ。一回読んでみてください。今お兄さんがちょっとちっちゃいですけど渡ってますよ。あ、自動でこれシューっていかないんですね。素手で手動で動いてます。あー、なんか綺麗なお花が咲いてますね。すごい、オレンジ色の滝いやー、いいとこだな。空気がすごい美味しいですよ。なぜかこの道路の真ん中に、歩道の真ん中に木が守ってるんですね。優しい。うわ、でっかこのストレッチや。これはサムケンさんの身長よりもあるぐらいの大きさですよ。そしてここもさっきのセブンカラーのさらに大きいバージョンですかね。観光客全然いませんよ。私のお墓の前で泣かないでください。 Thank you for watching。 もしこの動画が面白いなって思ったら高評価もお願いね。コメントもお待ちしてるです。チャンネル登録よろしくね。いる時は最高、笑い出す笑顔はキュート。